うゆりこたいがです。皆さんこんにちは、イエイ。今日はね、ゆりこたいがといってもちょっと見た目と多分話の内容はね、ゆりこたいがっぽくないかもしれないけど、本当の私のエールとしていろんなことで話したいなと思います。イエイイエイ。そういうことは私の大好きなロックバンドのことを話したいと思います。みんな私の持ってるイメージは、ユーは何し日本ね、2014年アイドルになりたかった時のイメージあるんじゃないですか。そこから4年前、もうちょっと前に行くとこんな感じだったんですね。大人になると逆に16歳と同じなことのもんになってるじゃないかなって、あ、人生振り返してるんですねって思ったんだな。 J-POP とか当たり前も好きだし、でも実は J-ROCK もすごく大好きんですよ。アメリカのロックとかロンドンのロックは超大好きで、私の Twitter とか Instagram をよく詳しく見てくれる方は多分そうそう分かってと思うんだけど、週に1年前からゆりこ大学と違うアカウントが、エレというのアカウントがね出てきたんですよ。え、これはゆりこ大学ですかってチューリーが聞かれたんですね。実はね、このアカウントはやっぱりそういうちょっとコスプレ関係ずに、私の本当何が好きとか、ちょっと新しいの私を見せたかったんですよね。深いの本当の私はこういう感じです。かなりザ・ロックです。かなりザ・ロック、なぜというとやっぱりロック好きだなって思う。家とかカラオケにいる時にもうかなりうわーってな感じですよねで、今回はね、ちょっと一番最初ね、 J-ROCK だけにしようかなって思ってたんだけど、結構 J-ROCK だけするとなんかちょっと幅狭いになっちゃうから、両方で話したいと思います。まずはナンバー1、本当小さい時から大好きな日本のバンドはマクシュン・ザ・ホーモンです。そうそうそうマクシュン・ザ・ホーモンはね、結構昔から来てるんだね。当たり前ぐらいの大好きな曲ね、恋のメガラーバ大好きんですよ。あ、メジャーだねって思われても、ほんと一番大好き。なぜっていうと、かわいい、ちょっと J-POP っぽいぐらいの京子から、急にちょっとヘビーメタルも入ってて、超大好きタイプです。私の本当は性格とかもそんな感じだよねって思うぐらい。で、彼のたちは本当一番大好きですね。まだコンサートとか行ったことないんだけど、なかなかね、コンサートに行かないんですよ、私。なぜというと、一人に行くのはまずいし、ちょっと怖いところがあるんですね。仲間見つけたい。誰か、ウェーって行きたいんだけど、なかなかないんですね。その後は、オールドスクールになると思うんだけど、まあ、セックスピストルだったよね。当たり前ロンドン好きだし、パンクも大好きだし、ナナも大好きだから、まあ、それはね、さあ、そうだね、当たり前こと言っちゃったんだな、そうだよなって一番最初聞いた時に、実はね、すごいって思ってなかったんですよ。聞いた時ってさ、あの、下手くそだなって思った。正直下手くそだなって思ってたんだ。歌い方とかよくわからなかったんだけど、逆にね、天才だなって思った。あとは、なんか日本に戻ると、ガゼット超大好きだったんですよ。そう、実はね、ビジュアル系だね。そう、ビジュアル系、実は好きだったんですよ。ちっちゃい時っていうか、友達にしね、ちっちゃい時だったんでね。ガゼットはね、の音超大好きだったんですよ。一番最初聞いたの時に、多分、Filled in the Beauty だったんだけど、で、なんか演出も良かったんだね。なんか、わかんないんだけど、その自体は結構、エースはすっげえ大クオリティか、ちょっとバッドクオリティだった、すっげえ分かれてた気がしてるんですね。でも、ガゼットのオートとか見た目はもう役パだと思ってたんだ。マジで。もう、最高だった。イタリアに何回もね、来てほしかったんですけどね、来てないか、来てた時に私はいなかったかって、あ、生で見たことないんだけど、超いい。と思う。ちょ、ファンのことがちょっと可愛いかもしれないけど、ちょっとどうやっていけばいいのかで分からなくて。でも、やっぱり、ビジュアル系はね、なんかビジュアルは大事って言ってるんだけど、外国からを聞くと、いや、結構音もいいんじゃんってすっげえ思う。もう当たり前かもしれないけど、ほんとそう思う。音を他のって言うと、うん、これもメジャーだね。メジャーだけど、やっぱりメジャーのことが、まあ、あとはね、多分だんだんにメジャーじゃなくなっちゃう気がするんだけど、Fall Out Boy。そう、最近はその日本人のドラムの子供とコラボとかしてるっていうか、もうどんどんかわいい、か
可愛いっていうかすっげえタレント持ってるね。ちょっと私ってさ、その年って何ができたの？何もできなかったんだなって思った。マジ何もできない。ポンポンポンぐらい。ほんとポンポンポンぐらい。すごい。もう天才、素晴らしい。素晴らしい。ほんと、あ、大好きですねって思う。でもまあ、ファールアウトボーイっての話に戻ると、なんだろう、元気がもらえるし、なんか映画の中みたいの、記憶だと思うんですね。世界に入ってしまって、もう頭の中はすっげえ映画見てる感じする。すげえわーって、なんかピリがなくてもピリ自分で作るわ、頭の中で。おい、すごいよって思うし。で、まあ好きな教訓はね、I don't care だったんですね。多分ね、聞いた時に学校、高校生に入っていじめされた後にすげえやっぱりレベルっていうパンクってちょっとやっぱり変わってたんですね。逆に誰が言われてももう I don't care だったの。もう知らない、気にしない、どうでもやんたって強くなってで、もう一つはね、やっぱりそれは本当11歳ぐらいの時に CD も買ってたんだけど、残念だね、めっちゃ残念のグループはリンキンパークだった。それもメジャー、そう、当たり前、それもメジャーだよ。もうほんとね、一番最初が音楽だけではなかったから、初めてインターネットが触った時に、私アニメミュージックビデオ、まあ MAD と言うんですよね、多分あの日本語で、アニメとかを使って教区で使ってる映像が超見る大好きだったから、そのたまたまソニック X というのを動画を見たら、リンキンパークの教区めっちゃ流れて超大好きになってたんですよね。きっかけちょくそかもしれないけど、ほんとそれだった。ソニックのおかげでリンキンパークも好きになってた。もうマジなんだよこれって。変な子です。すげえ変な子だって。友達もなくてさ。リンキンパークはね、もう言葉がいらないぐらい天才だったし、メテオラというのアルバムが当たり前、一番、本当一番最高だったと思う。すっごくオリコンで、もうずっと来て、ちょっと今聞くとちょっと泣くんですよ。ちょっと泣く。はい。あー、ちょっと、やだ。ちょっと、やだ。次は、最近気になってるの、ロックバンドがいるんだけど、シムというんですよね。アルテナティブポップパンクバンドですよね。もしかしてそんなに歌手の見た目もあるし、それはね、なんだろう、何が思い出、一番最初ね、聞いた時に日本人と思わなかったよ。で、マーというの、歌手、ボーカリストなんですけど、の見た目からすっげえ気に入ってて、あれ？何がアメリカのなんかバンドかすっげえ思い出してたから、日本ってな感じしないね。で、最近はほんとずっとそういうタイプを聞いてて、私もいつかこの曲みたい出したいなーって思う。ロックバンドやりたいんだけど、歌は下手くそだからどうしよう。もう練習するしかない。もう練習するしかないよ、マジで。で、もう、とりあえず趣味で始まればいいんじゃないかな、最近で考えてるんだけど。うん、思い出したというか、結構これはね、10歳の時は聞いてた、小学校ぐらいだった1年。そう、システムオフダウンのチョップスウェイが超大好き。そうですね、超有名な曲なんだけど、かっこいいんじゃん。すっげー気持ちが入り込む。なんか中身がね、やっぱりロックを聴くときの、特にそういうギータの音とか、声、ちょっとアグレッシブの声とか、なんかいろいろ来て、なんだろう、夢を見てるんですよね、完全に。まあ、例えば XJAPAN って当たり前くらいだったんだけど、意外と私は、YOSHIKI さんと、1ヶ月ぐらい一緒に働いたことはあるんだけど、YOSHIKI さんの MSC、その番組の MSC として、そこに働いて、XJAPAN のライブも、会場誰もいないの時、台風、すっげえ大きな台風が来た時に、初めての生見て、すげえ感動したんですよ。心をもう泣きながらぐらいだったんだけど、J-ROCK の神様たち、来た、みたい。だからもっとね、いろんなところに行きたいんだね。あとは、コールドプレインとか、ファイドとか、
ムックとか好きだったし、アマザラシ、ファクト、ベンドメイド、レディベビー、ワミナ、ワミナ、オーラルシガレット、ピロース、トータルファイ、グリーンデイ、キングニュー、サカナクション、アジアンコンフージェネレーション、ポルノグラフィティ。はい、ということで、あとはおすすめしたいのバンドが一つがあるんですよ。レッツイーターっていうんだ。こういう感じがすごい好き。